ひでさん。ひでさん、まさかの金麦、金麦とコンソメパンチョ。<laughs> こまさかですね。コンソメパンチョってだいぶ古くないですか結構昔の動画、お酒を飲みながらぼやくの昔のシリーズでコンソメパンチョだと思うんですけど。そう。あれね、あれなんですよ。あの、コンソメパンチョでずっとやってたんですけど、あの、それでファンになっていただいた方がセミナーに来てくれて、あの、コンソメパンチくれましたよ。 そうあれね、濃いんですよね。もうちょっとね、体がね、年取ってね、あのコンソメパンチのあの,あの、トリプルコンソメパンチまで出たんですよ、確か。もう食えないっすね、濃すぎて。もうちょっとコンソメパンチね、濃すぎてね、うん、もう化学ま,まみれじゃないですか、あんなの。化学まみれなんで。 まあヒさんは結構ね、あのー、正直その他のお客さんと違うんで、うんまあまあヒさんの言う通り、まあ今のステージにぴったしというか、まあ神様のお導きなんじゃないかぐらいのぴったしな感じのプレゼント企画だったんじゃないですか。うん、そう、まあ今もね収入もまあまあこう上がってきてるわけですし、ね、これすごいですね、50万ぐらいですよね、これ。う すごいじゃないですか。うん、まあ。ほとんどの人はやっぱ稼げないし。うん。やっぱあと、この、この年齢で独立する勇気ですよね。まあ、こういうのってあんまほとんどの人ないので、まあ、他の人とやっぱちゃうので、まあ、他の人とちゃうから、他の、なんか、ちょっと変な人に興味を持つのか分かんないですけどね。<laughs> ね。<laughs> その僕は変な人なんで。うん。そう。まあ、でも、素晴らしいですね。 この50からこの、うん、辞めるっていうのはね。まあ僕は33か ?33 ぐらいの時ですからね、独立、鹿児島来たのが。まあでも,も早いものでもうちょっと5年経ちますけど。うんうん、まあでも今一番伸び盛りじゃないですか。今が。うん、そう うん、今一番の青春だし今一番の物語だと思いますねうんだからそのなんだろうな物語は持ってるんですよ他の人にはない物語絶対あるじゃないですかだって50から独立する人なんかまあほんとスーパーしかいないと思いますよ要は結局ここで書いてある通り物語を形にできないだけだってコピーでねそれを表現できないだけであってそれが もう物はあるので、物はある,あるわけですから、それをどうメッセージとして伝えていくのか、書いていくのか、その,そのスキルさえあれば、まあ他の人と全然違う、なんだ、メッセージ伝えられるし、うん。たもうめっちゃやってください。もうやれば稼げますから、物は持ってるんで。で、あとあの、この PS でね、みんなの銀行もやりましたって、みんなやらないですから、これも。ね。 みんなやらないんですよ。だからこれ,これやってるのもすごいなと思いますよ。いくら言ってもやらんすからね。だからほんとね、ま、じでね、あの動画でもめっちゃ言ってるんですけど、いや、ほんとに鹿児島現金率超高いですからね。マジかみたいなね。もう PayPay ペペも出て何年経つねんって話じゃないですか。もう4000万人ぐらいダウンロードしてて、鹿児島ね、現金率高いっすね。うーん。 そうまあ、みんなの銀行っても多分怪しいとかねうさんくさいとかなんかあるだろうけれどもこれもすぐ愚直にやってしかも紹介もしてるわけですから人より全然行動できるし人よりそのステージ価値観だったり考え方まあそれがち違うからこそまあ独立したっていうのもあると思いますけどもうこれができるっていうこれはもうヒデさんの武器ですよ。 新しい概念を取り入れられる。50になっても新しい概念を取り入れて、違うことをやっていこうっていうことができて、なおかつもうやっている、紹介も出してるっていう話ですよね。これはあの僕もいろんなお客さんにアドバイスしたりとか、悩みもらったりとかしますけど、もう一つ、二つ、三つ先を進んでるので、あとはその進み方ですよね。うん、それをしっかり学んでやれば、もう多分人生をか変わるの確定。 なんだ。まあ<ー>もうまあまあもう変わってますけどね。もう稼げてるな、稼げてるわけですから。うん。そう。うん。まあもうどんどんやってください。うん。だからこの,この本当ね、情報ビジネスっていうのは僕はいろいろ見てきて、もう本当にもう究極だと思うんで。で、なおかつこの情報ビジネスっていうのは形がないものを、特にこのコピーが大事なんですよ。情報って形がないんですよね。 だからそれをどうコピーでその価値を伝えるのかっていうのはこれかなり上級なんですよ。だつまり情報を売れるようになると物を売るって超簡単なんですよ。だって物あるんだから。見せれるじゃないですか。写真も見せれるしね。簡単なんですよね。これを売るっていう。だから情報を売れる、情報の価値を表現できるっていうのはもうね、これもう究極系です。 無形のものを価値をつけさせるわけですから。うん。だからピカソの絵がないのに、その絵の話をして、その絵の話をして、その、その話を売るみたいなね。わかります。ピカソの絵は一個一点ものだけど、その話は何万人にも売れるんですよ。わかります。その話は。だからこれが今、あの、キングコング西野さんとかオンラインサロンで7万人いたりとかしてますけど、じゃあその何やってんのかっていうと、 情報なんですよ。話なんですよ。キングコング西野さんの話なんですよ。ね、情報なんですよ。もちろん、その、そのコミュニティに入ると、そのコミュニティでしか得られない体験だったりとか、そういう他の付加価値もあるんだけども、メインの、うん、じゃあコンテンツって何なのかっていうと、キングコング西野の話です。ただ。はい。すごいないですかこれ。もう何万人に伝えられますからね。でも、ピカソの絵は一点物ですから。 ね、まあまあ,パあのコピー作ればあれかもしれないですけどモナ・リザの絵も一点ものじゃないですか、うん、でもモナ・リザの話は無限にできるんですよだからこのなんか今の僕の話を聞いてパッとしたらもうステージ、うん、完全に上がってますね今の話を聞いてああってなんだ雷が落ちたんであるならばもう多分もういけますよでも今の話を聞いて何言ってんのかちょっと分かんないんであるならばもっと勉強した方がいいだろうし うん。はい。まあ,あ、とはもうやるだけですね。はい。頑張ってください。ありがとうございます。